ゆりこたいこです。皆さんおはようございます。あもくんです。はい、今の MC あもくんをやってくれてます。仕事めちゃめちゃ増えてて、今日からぽいアリーのイベントに参加します。こんな今ねこんな感じのなんかもう一度準備スーツケースを用意してます。はいはい、早速もう準備しなくちゃいけないね。はい、ジャパーン。バイバイ。ちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、マネージャーさん乾杯。イエーイ、頑張ろう。嫌な休みみたい。明日頑張りますので今日ビールで休む。で、飛行機だね。いやな、めちゃめちゃいいやな。はい、ポイ事件に着きました。ちゃんとメイクとかもいやーバッチリです。でも着いたばっかりなんですけど、ご飯に連れてってもらえし、やったーレッツゴー。よさこえが踊ってくれる。お水までに着きました。美味しそう。撮影が OK かどうか聞いてみます。撮影は OK というだったのでお水に入りました。こんな感じです。で、これは何でしたっけ。ゆず日本酒。ゆずなんて美丈夫美人になるということ。美人どれ。あ、これおーこれなんですね。でも飲みやすいな。うまい。イエーイ。これは塩。カツオの塩。カツオの酒かす。塩と隣です。おー。隣に喋ってくれてますのはコスプレのポメちゃんです。イエーイ。明日ガオグラ。かわいいポメちゃんにはもう完全にガオグラですよね。ガオグラこれ食べても大丈夫。大丈夫。お塩でいただきます。うまいね、やばいね。めっちゃ周りがめっちゃ美味しい。松は太い。めちゃめちゃ太くて柔らかくて海から出たの味はするんだね。なんか飛んできてパッて美味しい。めっちゃ美味しい。まだめっちゃ美味しい。これ普通の唐揚げだよね。うつぼさっき見せたよ。長い魚。あ、悪い。ちょっと悪そうなやつ。ちょっと悪そうなやつですよね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。思ったより柔らかいね。柔らかい。うまい。幸せ。お酒が届きました。来ましたー。今高知県どこだっけ。高知県の高知市そうなんだ。今ねエビスの準備してるんですけど、結構思ったよりすごく盛り上がってて、でさっきまでは雨がちょっと降ってたなんですけど、ちょっと病んでてちょっと動画を撮りたいと思います。イエーイ。かわいい。どこに行けばいい。なんか行
メインステージございます。ホットフィット真ん中のこちら伊藤さんになります。おめでとうございます。どうぞ小田様前の方にお願いいたします。今イタリア人のグループ発見しました。こんな感じです。チャオチャオ。されとすみの YouTube non vi ho chiesto il permesso ma grazie grazie grazie。 そう、高知県の中にイタリア人見つかるのは、こんなにね、ないでしょう、同留学生。え、日本はいかがでしょうか？ごめん、ジャポーネ。ごめん、いいな。マシテジョスタートよ、東京。東京はまだ。美人さん。わー、こういう映像がね、外国人めっちゃ好きなんですよね。そう、すごいね。なんかよさこいってさ、外国人から見るとめちゃめちゃワイワイするの。お祭りって、おお、すごいこれ。これはすごい。かわいい。かわいい。おお。はっ、あー、こういう服いつか着てみたいね。うわー、きれい。かわいい。これでこう、そうですね。これでなんかスナップにしてる感じです。あ、難しい。思ったより難しくない？まあ、こんな、すごいじゃん。こんな状態で、それを踊れる子ですね。こういう時にこう、レストランに、わ、すごい広っ、すごい、ちょっとすごいすごい、わ、うまそう。これ何、まずなんかおしゃれじゃない？すごい、めっちゃおしゃれ。いいねー、イエーイ。そうそう、治療これ金目です。金目、メンサンっぽい。メンサン、あの高知の有名。おお、うん、いただきます。わ、素敵な色してるんですね。うん、美味しい。かぶってるからさ、皮のところこう、ヒレ美味しい、美味しい、美味しい。タイだよ。さっぱりするんですよね、白身。うん、多分サーモンとか好きな方は絶対これも好きなんですね。美味しい、美味しそうなゆり子。あ、来た、はい、あれ有名、これ有名ですよね。これ有名だ。おお、ポンカンです。はい、うん、美味しい、美味しい。なんかファンタ、え、ファンタっぽくない？ファンタより、ファンタより美味しいけど、ファンタプレミアムみたいな感じ。ファンタプレミアム、美味しい。うわー、柔らかー、めっちゃ柔らかい。どうやって食べるの？うん、そうですよね。愛されてる。僕はそう、愛してます。はい、今日は、小市県、小市市に、ちょっと散歩したいと思います。で、まずは、めっちゃ有名なところ、広め、広め、広めば？では、
リヒロメイジもかわいい。マスクもついてるかわいい。はい、早速、じゃあ、行ってみましょう。かな？ねえ、美味しそう。こんな感じです。食べ物いっぱいだな。また広め市場では空気感染、エアロゾル感染対策といたしまして、換気のため出入り口を。これどうやってするの？かわいい色。あっちのミクの色ちゃんだ。かわいい。いや、初めてよさそう。イエーイ。かわいい。かわいい。なでなでしてる。うん、待って、ゆうたちゃん。イエーイ。エスプレッソ発見。400円。エスプレッソ、エスプレッソが。あ、パンも美味しそう。ね。なんでなんでなんでしてるのカツオ。なんでなんでしてる、かわいい。かわいい子供。エスプレッソ。そう、エスプレッソ、エスプレッソはね、ちっちゃくて強いなんですよ。チェントロ、イタリア語で真ん中っていう意味ですよね。なんか日本人ってさ、結構イタリア語の言葉使ってくれてますね。なんか建物、ビルの名前とかお店の名前、ほんと多い。多い。あ、広いね。広い広い。すごいいい位置取れたな。洗濯取れるんだって。え？なんだろうと思って、カツオ。え、名前も決まった？名前はカツオスケ。カツノスケ。カツノスケ。カツノス。カツノカツの名前で。かわいい。本当に綺麗。指が汚い。昨日のコスプレで。これ、なんか第2って書いてる。第2番。いいということかな？あれ？いいこと。でも、2番って別に番号なだけだけど、大吉だよ。嘘！嘘！大吉！私も来年も頑張ります。仕事が今すぐに合うように。でも、もう帰ってる帰ってる帰ってる。
登録してね。